こんにちは。今日は必要なものやことは必要な時にやってくる、こちらお話ししていきます。今回は不要なものは来ないという意図でお話しします。あなたが最近いらないと思った出来事やものはありますか？特に仕事のミスや病気、怪我や嫌なことはいらないわと思ったのではないですか？しかし、すべての物事は必然と言われます。つまり、すべてのものやことはあなたの未来につながって、今必要なものやこととして現れたのです。嫌な体験を大事にする必要はありませんが、嫌わず受け止めることで形を変えていきます。あの時のあの瞬間があるから今があるという経験をしている方も多いでしょう。あのことが今はどのことかわからないから厄介なのですが、あなたの今している経験は必ず未来の幸せにつながっています。別れもつながっていますよ。まとめ、必要だから経験するこのことは、あなたの幸せな未来に必要だから起こる出来事なのだ。今日はこちらお話ししていきます。ここのところ最もなことというか、春菜のお話は全部最もなことをお話ししています。最もすぎて嫌になったっていう方ごめんなさい。ただ考え違いをしていたり、仕分けせずに嫌なことボックスに心の中で入れてしまったり、大切なことを見落として未来の種を潰してしまったりという方が多いです。春菜が見ていると、あ、もったいない、それチャンスなのになぜあなたは潰したのということがたくさんあります。これを見落としてほしくないので、小さなことを大きく広げてお話ししています。ということで、今回は必要なものやことは必要な時にやってくる。で、この必要なものやことっていうのがいらないものだっていうことに気づけてない人も多いんですよね。例えばですね、春菜の経験から、最近の経験から、1万歩ね、やはり歩くこと大事なので、糖尿は1万歩歩くようにしています。毎日はできないんですが、出かけた時は1万歩歩けるように努力をしています。ただ1万歩歩くと膝が腫れ上がって2週間動けないです。ここが難関なんですが、これ1万歩歩いて膝が腫れることを発見したの最近なんですね。なんでこんなに膝が腫れるのかな、なんで痛いのかなっていうのがよくわからなくて、やっと1万歩歩いたら膝腫れてるわってことに気づいたんですね。これ1万歩歩くと膝が腫れるから、じゃあ歩かなきゃいいと考えがちなんですが、違うんですね。きちんと膝に筋肉をつけてないから、たまに1万歩歩くと確実に膝が腫れ上がるわけですね。ということで、足の筋肉強化を小さなことで始めました。つま先立ちをして膝にぐっと力を入れるようにしたり、踏み台昇降のような、ね、形で足の強化すると、やはり1万歩歩いても腫れなくなります。これは1万歩歩いて腫れるという経験から、じゃあここの原理がどうなってるかに気づいたことによって、自分の不足を発見したんですね。で、不足を発見したことによって、今困っている体の不調が改善されていくわけです。で、これをし始めてから、朝起きて腰が痛いなとか足が痛いなということが急激に減りました。やはり、起きていくのは仕方がないんですが、もともと座骨神経痛があって腰痛があって体は弱い方でしたので、年とともに楽になるというのは不可思議な経験です。やはり辛いことがあって、きちんとこれに取り組んだ、
辛いことを嫌なこととして薬を飲んでごまかしたり、お医者さんに行ってリハビリをするだけで他人任せにするという行動を取るのではなく、自分の体がどういう構造をしていて、どういう形で変化を起こしているのかというのをよくよく観察して、結果として今の肉体を作り上げています。これを皆さんに自分のことでしてくれと今回は要求しているわけですよね。すなわち、不要なものはないんです。あなたに来た嫌なことは全て未来に必要なことなんです。だからこの嫌なことが来た、これ自身がどこに原因があるのか、どういった変化をもたらせばこれがプラスに転じるのか、ここを考えてくださいねというのが今回の目的です。で、嫌なことってどうしても心の嫌なことボックスに入れてしまうんですね。嫌なことボックスっていい言葉じゃないですか。傷ついたとか、苦しんだとか、辛いとかいう言葉を使うんじゃないんですよ、嫌なことボックス最近皆さん気がついてます？燃えるゴミじゃなくて燃やすことができるゴミに変わったのが、このたったちょっとの違い、燃えるゴミと燃やすことができるゴミという表現によって、燃やすことができないものは捨てないでくださいということが分かりやすくなったんですよね。燃えるのは何かって、鉄だって燃えるんですよ。8000度とかね、高い温度になれば鉄さえも燃えますけれど、簡単に燃やすことがあなたができますか？できないですよね、鉄はね。じゃあこれは分別して、金属は燃やすことができない分類に入れてください。そう、燃えないゴミじゃないんですよ、燃やすことができないゴミになるんですよ。この言葉の違いによって取る行動が変わるんだってことを知ってほしいんですね。すなわち、あなたに来た嫌なことも、嫌なボックスに、嫌なことボックスに一旦入れてもいいですけれど、嫌なことボックスからちょっとね取り出して、何のためにこれ今自分は体験したんだろうというのを後日、すぐじゃなくていいです、後日必ず分析してください。あのことがあったから、だから今の自分がいるという未来が待っています。ここに別れもつながっていますよと書いたのは、別れることを先送りにして放置しておくと大変な未来になりますよっていうね、命に関わってきますよっていうのが括弧で入っています。何でもかんでも別れろって言ってるんじゃないです。やはり自分の未来に一緒に行くことができない相手とは別れていきましょうという意味でお話しています。で、今の時期で言うと、一緒に未来に歩んでいくことができない相手というのは言葉の通じない人です。言葉が通じない人っていうのはどういうことかっていうと、自分が今述べていることを相手は理解しようとしない。相手は自分の言いたいことだけを押し付けてくる。で、こちらも相手の言ってくることの意味がわからない。これはもう確実に一緒にいることができません。動物たちでさえ、おいでおいでおいでって言ったら寄ってくる時代になってるんですよ。言葉が通じて、こちらが辛い思いをしているときはそばでね、じーっと力をくれるというね、猫さんもそばにいて不安そうな顔をしてね、ずっとそばにいてくれたりしますよ。まあ、猫でさえね、人の言葉がわかる時代なのに、お互いの喋ってることがわからないなんて論外です。もう一緒に生きていく、一緒に働く相手ではありません。ここもつながっています。ということで、あなたの幸せな未来に必要だから起こる出来事という部分を今回は頭の隅に置いて、嫌なことが来た時ね、あ、でもこれ必要なんだよねって必然だと思う必要はないです。全て偶然ではなく必然なんだと思って終わらせるのではなく、来たことがどんな未来につながっているのかというのをちょっと考察してください。一歩踏み込んでください。踏み込むことによってより楽になるよということを伝えたいです。今日はここまで。またねー。